の命のごとく。鉄心から銀の必殺技絶天狼抜刀牙を伝授されたウィードはイノシシの山頂その技で倒し自分のものとした。一方方言はカマキリを力でねじ伏せいよいよ大宇へ出立。その後を追うように大宇軍も銀奪回のために南アルプスを目指し始める。そんな中、ジェロムは足に受けた弾丸を体内に留めることで今までの非常な己への戒めとするのであった。ウィード、どうする気だ。あんな一切に満たない奴らばかり集めてよ。置いていきます。何？あの子たちの未来を奪うわけにはいかない。わけもわからないまま巻き添えにはしたくないんだ。そんなこと嫌です。京志郎さん、うるせえ、文句は言わせん。だって僕たち死ぬまで一緒って言ったじゃないですか。ダメだ、おめえらなんか連れてったってクソの役にも立たねえんだよ。そんな、京志郎さん、そんなのひどいよ。うるせえ、おとなしく言うことを聞きゃいいんだよ。やだ、僕は行くからね。あ、こら、テル。アホが、ったく、そんな言い方ないだろうに。お願いです、大将、僕らも一緒に連れてってください。こら、いい加減にしろ。お願いします、置いてかないで。きっと立派に死にますから。何？大将！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 お願いです！僕たちも連れてってください！みんなの足場問いにはならないから、きっと役に立って死んでみせますから！お前ら…ありがとう、みんな。君たちの気持ちは一生忘れない。だけど、勘違いしないでほしい。死ぬことは決して偉いことじゃないんだよ。偉いのは死ぬよりも生きることの方だ。生きることがもっと大変で、勇気のいることなんだ。君たちは僕たちの意志を継いでくれる唯一の男だ。この先、もし万一僕たちに何かあったら、その時こそ君たちの出番だ。正義の志を絶やすな。僕たちの次は代わりに君たちが立ち上がるんだ。悪党どもを根絶するまで死ぬことは許さない。わかるな？はい。ウィード、確かにこの子犬たちはわしが預かった。ありがとうございます。鉄心さんもいろいろとお世話になりました。では僕たちはこれで。ちょっと待て、俺まで置いていくつもりか、大将。今大将って言ったよな。ってことはまさか。そのまさかさ。若かりし日の総大将にそっくりだ。姿形だけでなく心までな。そんなお前を見て俺は気づかされたのさ。お前の父は何のために、誰のために命を懸けて戦ったのか。それは全て我々犬族のためだったということ。鉄心さん、答えは一つだ。正義は貫く。我々だって同じだ。ただいまより甲賀の人間精鋭20匹大宇軍に加わる。おお、すげえ、100人力だぜ。ありがとう、鉄心さん。さん付けはなしだ、大将。さあ、行こうぜ。うん。これより我が大軍は方言のアジトを目指して進軍する。
なんで俺たちが女をかき集めなきゃならねえんだよ。宝元様がやってくるからな。それにしたってこんな山奥に女なんかいるわけねえし、結局里まで行かなくちゃなんねえんだぞ。ぼやくなぼやくな。宝元が到着するじゃと。あと何日かは分からんが、奴らは宝元を迎え入れるために人間のものを奪い取ろうとしている。そんなことをすれば人間の怒りを買い犬狩りが始まってしまう。それは阻止せねばならん。クロトラ、フック、俺と一緒に来てくれ。赤目さん僕も行きます。いや、お前はいい。いつまでも子供扱いしないでください。そうではない。お前には別の仕事を頼みたい。ウィードの元へ走れ。奴らはいずれここへ集結するはずだ。決戦は双子峠になると伝えろ。任せて、赤目さん。合図の犬ども、よっしゃ。これから宝元様のお通りだ。控え控え。宝元だって、そうだ。に教わったこの技で。俺が宝元だ。王宇の総大将は俺の手の中にある。もう王軍の時代は終わった。総大将、みんな俺に従え。今ならもろ手を挙げて迎え入れるぞ。宝元様、俺たちも仲間に入れてください。よしよし、新入りは最後尾だ。どうだカマキ、死に損ないの議員は効果絶大だろ。野郎ども、行くぞ。宝元ね。一方、王軍は南アルプスの宝元のアジト近くまで迫っていた。だが、それを密かにつけ狙っていた影があった。京四郎暗殺に失敗した殺し屋レクターとサンダーである。どうする兄貴、このままじゃ宝元に殺されるだけだ。ここはウィードの首だけでも。おかしい。この間来た時は100匹以上の部下たちが厳戒態勢を敷いていたんだが。罠かもしれんな。総大将が囚われていたのは向こうの小屋の方だ。俺が様子を見てくる。待って鉄心、僕も行く。見張りがいない。父さんがあの中に。父さん、ウィード待て。父さん、どこだ。父さん、危ない。レクター、残念だったな、ウィード。ここに銀はいねえよ。おい、みんな来てくれ。まずい、気づかれたみてえだ。行こうぜ。何やってんだ一体。どうした銀。違う、銀の息子だ。お前らは手を出すな。もう逃げられん。首はもらった。
騎馬の霊、こんなもんじゃ済まねえぜ。やめろ。おとなしくしてろ、トサカ野郎。サンダ、早くそいつの息の根を止めろ。わかってるって兄貴、もう少し楽しませてくれよ。サンダ、逃げても無駄だ小僧。ブラ、降りてこい。降りてこられねえんならこっちから行ってやる。はあ、俺の牙が。全ては方言に命じられてやったことなんだ。総大将は父さんをどこへやった。王府に出発した。方言に連れて行かれた。くそ、遅かったか。くそ。逃げられるなんて思うな。命だけは助けてくれ。ふざけろ。てめえらのようなろくでなしは死んだ方が世のためだぜ。頼む、殺さないでくれ。うるせえよ。やめろ。もういい、逃がしてやれ。何、逃がすだと。ああ、バカ言ってんじゃねえ。冗談だろ。冗談ではない、本気だ。その代わり宝剣の舞台には絶対戻らないと約束しろ。もちろんだ。何でも言う通りにする。約束だぞ。ウィード、初期か。ああ。ふざけるな。何すんだよ。ウィードが対象だ。言うことを聞け。さもなきゃ俺が相手をする。わからん。俺はてめえらの気持ちがわからん。今はわからんでいい。そのうち分かる時が来る。ありがとう、ジェローム。うん。もうここに用はない。方言を追って王へ向かう。ウィード、お前の心は清すぎる。その頃、双子峠の牙城に方言の一団が到着しようとしていた。その数およそ700。方言帝国の誕生である。出迎えご苦労。兄貴、兄貴待っていたぜ。おお、でかしたな現場。兄貴疲れたろ。中に入ってくれ。好物の生地もたんとある。生地もいいが現場、女はちゃんと用意してあるんだろうね。そっちの方は今調達しに行ってる。間もなく戻ってくると思うぜ。そうかそうか。逆ってんじゃねえや。大丈夫だ、誰も来ない。やるのか。やる。二度もコケにされて黙ってられるか。睨んだ通りだったな。所詮殺し屋は殺し屋、死んでもらう。笑わせるな。てめえだって同じ殺し屋だろうが。偉そうなこと言うんじゃねえ。確かに、だがお前らとは志が違う。うわっ！
待ってくれ俺が分かった。悪いな、俺には二枚舌は通じん。聞こえた？みんな。お、何が？悲鳴だよ、あの山の向こうから。ああ、確かに。ゼロも。そういえば姿を見ていないが。まさか。ジェロムの野郎、教授まで。どうしたってんだよ。これは助けてくれ。勘弁してくれ。もうウィードの首は狙わねえ。問答無用。やめてくれ。何をしている、ジェラム。そいつを話せ。話すんだ。こいつらはまたお前の首を取ろうとしていた。こうするしかないんだ。いいから話せ。勝手なことは許さない。ジェラム。許せ、ウィード。すべては我々の理想のためなんだ。これが理想のためだというのか。殺しが我々の理想のためにあっていいというのか。俺はやむを得ずと判断した。かといって命令無視は大罪。いかような罰でも下してくれ。ふざけるな。ウィード、やめろ。あんたはまたただの殺し屋になってしまったのか、バカ野郎。よせ、ウィード。ジェロムはお前のためにやったんだぞ。聞け、ジェロム。命は一つしかないんだ。その重さがわからないあんたに用はない。出て行ってくれ。今すぐここを出て行ってくれ。ウィード、なんてことを言うんじゃ。わかったよ、ウィード。ジェロム、ムキになるなよ。待てって、ジェロム。ウィード、お前が悪い。ジェロムはお前を守ろうとしただけなんだ。ジェロムに謝れよ。いかなる理由があっても命を軽視する者は俺の仲間にはいらない。ウィード、止めろって。ジェロムはお前の言葉を待ってんだよ。あ、ジェロム、ジェロム。ウィード、お前おかしいぞ。俺が、みんなは俺の方が間違っているというのか。当たり前だ。これは戦争だぞ。敵を殺して何が悪い。自分が生きるために殺すんだよ。みんなは自分が生きるために人を平気で殺せるのか。綺麗事言ってんじゃねえ。現実を見ろ。死んだら楽園もねえんだよ。やめろ、教授。うるせえ。俺はジェロムと行くぜ。俺たちの大将がこんな臆病者だったとはな。残念だが付き合いきれん。おい、お前ら行くぞ。はい。ウィード、構わない。行きたいものは行けばいい。俺は一人になっても考えは変わらない。けジェロム、俺たちはあんたについてくぜ。ウィードじゃアマちゃんでやってらんねえ。おい、なんだよ、冷てえな。ジェロム、勘違いするな、京志郎。ウィードは間違っていない。あいつの正義は本物だ。弟子、俺は甘いのかな。いや、総大将も同じことを言うと思う。暴力は本当の力じゃない。優しさこそが人を動かせる本当の力だと。争いはさらなる争いしか生まない。忘れるな、ウィード。みんなはお前の心に、自分のことより他人を思いやるその優しさについてきているのだ。その通りだ。
何、あいつらもいつか気づくさ。そうだな。みんな汚れているのは俺たちだ。邪心を持つ者が何故人の上に立てようか。これからもウィードを助けてやってくれ。ジェロム、俺は四国へ行く。四国には一本気な男たちがいる。そいつらを連れてくる。俺はウィードより未熟だった。ウィードに伝えてくれ。俺はこれからもお前に近づけるよう努力すると。ジェロムの言い放った言葉は京四郎たちの胸を貫いた。殺し屋として心の中に凄惨な傷を持つジェロムはここから一人茨の道を突き進んでゆくのであった。男たちの旅は今日も遥か険しい道、一歩一歩刻み込むように目指す約束の地。時にそれは報われなくて、まるで負け戦のよう、傷を抱え眠れぬ夜をあといくつ数える。